さあ、準備ができたっぽいですね。日英の翼は2個分60個溜まったのと、あとは HP スピアなんですけど、46個欲しいなと思って47個まで貯めました。スフィア版普通に一周すると、上級版の場合は14,600かな？プラスされるので、まあ HP 限界突破しても、リュックでわかるか。この辺、ユーナとか、ブルーとかが限界突破してますけど、今14,500とか、16,000とか、この辺になってるんですけど、14,000と考えて、一応3万まで行きたいなと思ったんで、14,000上げたいなと思って、HP スペア1個だと300上がるんで、計算したら46個ぐらいかな。計算違うかもしれないですが、だと思うんで、用意しました。順番に行きましょうか。まずは、ティーダの防具から。リボンに、限界突破つけます。あとは、輪っか。パーフェクション。完璧を目指したいのかな、輪っか。限界突破をプラスします。はい。で、もちろん、オートヘイストもつけたいんで、オートヘイストいるんかな？多分いるよね。なので、オメガ遺跡メチエ、賄賂で45万。なんか最近50以上もらえることが多くて、もったいないなと思っちゃうんですよね。あ、ちょうど50ならまあ、まだマシか。半額にしたらどうなるんだろう。20万。あ、いいね。なるほど。10万ぐらいでもいいのかな。これでちょっと無駄が省けるね。はい、99個になってるんで、1個つけますと。残り19個。オートヘイスト、いいですね。きっちり。はい。これで、結構メインで戦っている3人は HP 限界突破できました。で、こっからはね、HP を上げたいんで、空きマスにね、どんどん入れていこうかな。下から順番に行こうかな。テレポスフィアはもうめちゃくちゃあると思うんで。99個。まあ、眠りだけはね、必ず戦うから、この辺から行くか。アイテム欄をね、改造しよう。整理自分で。パワーと HP スピアがあればいいんで、こんな感じかな。2つ並べておけばいいね。いいね。空きが多いとやりがいあるな。テレポスフィアもあると便利だな。あー、間違えた。あ、そうか、あそこには行けないのか、どの道。よし。出来上がった。同じ要領で輪っかも起動させていこうかな。
はい、ということでパワースフィアは足らないんですが、まあまあまあ、とりあえず目標値は超えてると思うんで、これで終了にします。ではちょっとどれぐらい上がったのか見てみましょうか。この HP 限界突破のやつをつけて、はい、行きましょう。あ、いいですね。計算通り3万いってますね。3万800とかなんで、ちょうど求めてた数字になりました。まあ、あわよくば、もうちょっと稼げてないかなとか、ちらっと思ったんだけど、まあまあまあ、いいでしょう。では、用心棒行きましょうか。ちなみに4回戦った後は、セーブスフィアに戻って、で、ブリッツ、1回行って、で、戻ってくれば、またこの先の、1個目から用心棒をやることができます。例えば4回倒してセーブして、また次の日にやろうと思って、このセーブデータロードしてやろうとすると、また1回目からになるんで、そこは注意ですね。また飛空艇に戻ったりしても、リセットされてしまいます。まあ、倒したい時はもうそのまま連続でやるしかないですね。一応フンドにしといて、でさあどうなるでしょうか。前より楽になるんだろうか。さあオープン先制攻撃なんですけど、リックがなんか HP 少ないな。一応マイティ G 貼っときましょうか。脇差し来い。脇差しじゃない。余裕で耐えますね。んで、あれ ?16000 なんだ。なんで?あ、そうか。リックスフィア版進めてないわ。重要な子進めてなかった。これはまずいね。なんだけど、余裕じゃないこれ。これ多分だけど、プロテスない状態でも3万あれば耐えるんじゃないかな。大五郎ももちろん余裕。お、来た来た来た。分け差し。あれ、輪っかが耐えれんかったね。まあ残り HP も少ないはずなんで、いいね、めちゃくちゃ余裕だね。こちらもリレイズとかであんまり HP じゃないわ、 MP 使う必要もなさそうだし、俺はいいぞ。だいぶ楽になりました。ダークマターゲット、カイザーナックル。なんでリュック進めよう。あー、パワースフィアがない、パワースフィアがない。なんで訓練所で陶器にパワーアタックして集めるのがいいんですけど、まあちょっとそれは後でやるとして、続きやっていきましょうか。まあ、リレイズの保険もそんなにいらんねえ。プロテス。プロテスかけておけばかなり安定すると思われる。来た来た。耐えろよ。耐えるね。耐えるね。で、シェルかかってないので、回復もがっつりできます。うん、めちゃくちゃ余裕。原始の腕はいいじゃん。いいぞいいぞいいぞ。
頼むぞ、アーロン。このガチャに勝ってくれ。勝ってくれ。いくぞ。せーの、ほい。あー、惜しいね、惜しいね。まあでも、リボンが一番いいな。リボン1個が普通に当たり。HP 限界突破はね、やっぱそんなに難しくないね。普通に自分で作れるんで。リュックだけ、まあ、死んでしまうんで、プロテスかけて、あとはクイックトリックでいいんじゃないかな。うん、ちょっと。わきさし、オッケーオッケー、来いや。来いや。オッケーオッケー。あとはとどめさせば。いいね。いいね、いいね。リボンちょうだい。モーグリ魂。まあ武器はそんなにいらないんだけど。カウンターダメージ限界突破。なるほど。いいね。4回連続でいけちゃうな。なんでアイテム消費がなくなったんで、なんだろう。セーブポイントで回復しちゃえば、セーブポイントでなんかこう、MP だけ回復しちゃえばもう、ずっとやってられるね。OK。素晴らしい。めちゃくちゃ成長した。頼もしいね、この3人組。カーズシールド。カーズシールドって名前がついちゃってる時点でもう、カーズ防御だもんね。それはいらんね。まあ残念なことに、その、特に武器のダメージ限界突破のやつって高く売れないんだよね。めちゃくちゃ安いね。100ギルとかで売れるから、あんまり嬉しくはないんだけど、まあ、他の武器とかだったら、多分、まあまあの値段で売れるんで、そこまで無駄にはなんないかな。で、ここでブリッツ行ってあげれば、また1回目からやれると。なので、あとは、どうかな。HP スフィアをもっと増やして、HP を増やし、あとはもちろんラッキースフィアの方も全員分終わらせたいしね。でもマスタースフィアが手に入るから、一気にこれを全部やっちゃうんじゃなくて、どっちかに飽きたら訓練所行って、訓練所飽きたら用心棒来て、みたいな繰り返しでいいのかなって今は思ってますね。ということで、今から訓練所の方戻って、パワースフィアゲットして、リュックの方の HP をガンガン上げていこうかなと思います。なんで、またオフラインでは、このルーティーンで繰り返していって、そうだね。まあ、強い防具なり、あとはステータスなり、進めていこうかなと思います。さあ、ということでですね、いろいろスフィア集めましたんで、続きやっていこうかなと思います。これですね。あ、HP スフィアちょっと足らんな。もう一回やろうかな。85個目標にしてたんだけど、84個しかないので、もう一回やります。よし、ようやく手に入った。ということで、これで HP スフィアが85個になりました。ま、空きを計算すると、85個空きがあるかなと思ったんで、一応これ用意したんですけど、多分これまでに他のスフィア使ってたりすると思うんで、HP スフィアは余るかなとは思うんですが、これで全部埋まると思うので、今から残り埋めていこうかなと思います。まあ、自分の計算が合ってるかどうかっていうところも楽しみにしたいね。
なんと余ると思ったけど、なんと足らないという事態になったね。ここ2個であと終わりかな。よし、あと1個じゃ手に入れに行きますか。 OK。 さあラスト1個。よし、これで完成だね。全部埋まったかな。おお、やりきったね。これはその20年前にプレイした時はここまでやってないから、いや、なんかやりきった感がすごいな。ステータス的には 56,920 と結構伸びたね。なんかいろいろ攻略サイトとかでは、まあ、4万いけば結構いいですよみたいな感じだったかなと思うんで、5万6000だったら上々じゃないかな。こっからさらにその調整して攻撃力プラス1プラス2とかを変えたりして HP スピアのところを増やすみたいな作業するともう少し増えると思うけど、でも増えても10個20個増えたらすごいんじゃないのかな。20個だと HP がプラス6000ぐらいだと思うんで、どうかな、6万台に行く感じになるんじゃないかな。さすがにそこまではやりませんので、これで完成かな。なんで、あとはワッカとリュックも同じようにステータス上げておこうと思います。さあどうだ、全部終わったんじゃないかなと思いますね。ということでリュックも完成、この子も5万6000まで行きました。よし、いやー長い道のりだった。136時間かかってますね。シナリオ終了までどれぐらいかかったんだろう。ブリッジが92時間。シナリオを進めたの90時間ぐらいまでなんかな。そうすると、ステータス上げに40時間、50時間ぐらいかかってるような計算になるんじゃないかなと思います。で、もうこのバトルメンバーで、ついに、強い敵を倒しに行こうという段階に入ろうかなと思います。で、装備に関してなんですけど、まあ、七葉の武器を3人とも装備させて、で防具の方は、HP 限界突破とリボンとオートヘイストがついたものをそれぞれ準備しました。結局多分この2人、ワッカとティーダはリボンをダークマターでつけて、 HP 限界突破も神竜倒してつけたやつとお金でオートヘイストつけたっていうような感じですね。これだけダーク4人望から HP 限界突破とリボンがついたやつが落ちたんで、それにプラスオートヘイストをつけたような形になってますね。はい。で、まあそこまでがっつり調べているわけじゃないんで、まずはネタバレなしというか、体当たりで突っ込んでみようと思います。で、この訓練オリジナルを多分全員1回でも倒す、1回ずつ倒せば、この最後のやつ、全てお返し物が出るんじゃないかなというふうに予想しているんで、順番にやっていこうかなと思います。アース、ヒュージー、シンリュー倒してるんで、それ以外やっていこうと思います。ダストロフィー、閉ざしてんね。カウンター系もなしか。勝負師の魂。ビッグトリック連打で勝てんかな。シュア。お、開いた。
これは多分残り HP で開くんだろうね。相手のターンじゃなかったから。まあ君には行動させる前に倒すのを目標にしようかな。なるほど、この段階でも結構クイックトリックの MP 消費でガンガン減っちゃってるね。やっぱり全てを超えし者は、お、相手の攻撃あったな。全てを超えし者と戦おうと思ったら MP 切れをどうすんのかっていうところも考えないかんね。あ、一応回復しよう。次ブラッキオレイドス。あ、ガガゼ登山にいたやつのアップグレード版かな。この人も勝負師の魂か。これ多分カウンターで入ってるよね。断罪。毎回来んのか。これどうなんだろうな。ワッカの場合アタックリール連打した方がいいのかもしれないね。おそらく名前からするにデスペル効果も入ってそうだよね。硬い硬い。結構 HP あるな。そろそろオーバードライブタイプも勝利じゃ無理だね。あといってなんかあのフンドとか修行とかでも食らうダメージが少ないからゲージを上げようがないんだよね。なんで闘志かな。お、逆転の鍵もらえるんだ。投資に変更。ネスラグ。見てろよ。デンデムシ。これは初めて見るね。これはなんかのアップグレード版って感じじゃないな。この人も勝負師の魂か。とりあえずカウンター系ないので、クイックトリックでいいんじゃないかな。おー、なんか、縮こまった。あ、攻撃が当たらなくなった。で、回復されちゃうんだ。回復されるね。魔法？魔法か。しょうがないね。だだこねちゃってるからね。MP がね、めっちゃなくなるな。モノマネであれかな？節約できるかな？節約できるね。コマンド選択の時間も節約できるな。戻った。戻ったぞ。おー、なんか殻壊れた。ね、これでもう回復できなくなったとか？なんかすごい攻撃をしてくるわけではないね。おー、倒した。やっぱこの辺りからすごい時間かかってくるね。
デュランダルってなんだろう。AP3 倍落としたんだ。なるほど。さあ、次が、多分最後じゃないかな。アルテマバスター。どんなやつだろう。あー、あれじゃん。未変セッションに出てきたやつだね。なになに？アルテマか。どれぐらい食らうんだろう。まあまあ食らうね。結構行動してくるのかな。ここまでがセットか。よし。一回で壊れたな。輪っかいてよかったな。通常攻撃だと多分頭届かないもんね。輪っかいて正解だったわ。さあ敵のターン何してくる？あれでも。安上がりかな。クイックトリック36でモノマネ28だもんね。でも実際に速くなる効果はなさそうだな。倒した。まあ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 、ステータス差がはっきりあったね。勝利の方程式、デュランダル。オッケー、いい感じ。これで全員倒したんだけど。そうか。まだ条件満たしてないね。なんだろう。それはもう調べちゃうか。考え方は間違ってなかったな。全員、戦ってない子を全員、バトルすればいいらしい。エンリルってやったっけ？あ、やったね。やった。犬でしょ、これ。オルニトレステス。これは絶対やってないな。やったかな？さあ次。プテリックス。どうかな？やったっけ？あー、ミスった。あ、そんなに強くないんだ。回避スフィア。じゃあやってないな。ホーネット。あー、絶対やってないな。次はウィーザル社。ああ、ガルキマセラっぽいね。なんか色もそのまんまなんじゃないかって。ウィッパ使え。余韻なしだな。ダークマタ、オリメンエレメンタルネガ、オリエンタル多分、倒してないんじゃない？攻撃当たるかな？当たるね。魔法しかダメとかじゃないんだ。カウンターでアルテマかな？
だとしたら厄介だな。時間かかる。よし。ツインスターズか。タンケットはやったな。ファブニルは多分やってないんじゃないかな。もうさ、これ色もまんまじゃない。なんか攻撃食らう時の鳴き声がかわいそうになってくるね。やめてよみたいな。しょうがないんだよ、すべてを恋しものを出したいから。で、MP がないな。菊一文字だって。かっこいい名前だな。で、眠りだけはもう大量に倒してるし、ボムキングで多分最後じゃないかな。これ3回しか攻撃受けないとこあるんかな。あ、ないね。普通にボムの色だよね、これ。あ、あるね。一定ダメージ食らうと大きくなるんだ。最後自爆して、うぃー自爆なかった。どうなん？これで最後だと思うんだけど。話をしたい。あ、こっちまだ倒してないのいるね。地域制覇やっていこう。ストラス、ストラトエイビス。ほい。あ、ズーね。アミュレット。さあ次、モルボルワースト。大丈夫だな、リボンついてるから状態異常もへっちゃらだね。おいや、臭い息、とても臭い息。同意効果だろ。ほぼガードしてるけど大丈夫だね。カーズとかにもなってなさそう。なんもなってないな。万能薬、相変わらず万能薬か。うん、あっさり。地域制覇の方がそんなに強くないのかな。ダークマターめちゃ手に入るな。大きはめちゃくちゃやってるし、クワールレギナ。うん、サクッとね。ガリの魔石、ヨルムンガンド。ああ、石化系か。まあリボンあるし大丈夫でしょう。余裕っす。思考の魔石。一旦回復して。サポテンダ。あ、カウンターだね。まあ、1万点ダメージも全然大丈夫よ。あはは。2回か。サクッといったな。エスパーだ。なるほど。死神の爪。即死攻撃か。
即死は多分当たれば効くんじゃないかな。防御してないしね。即死には弱いですよ、うちは。アビスウォーム。サンドウォーム的な。ああ、色違いだね。吸い込まれたりすると厄介だな。ワッカのカウンター結構好きなんだよね。ボール持ち上げてボールで殴るみたいな。わあ、マジサクッとだね。体力の飛躍。キマイラガイスト。まんまキマイラだな。2階か。リターンスフィア、いいじゃん。いいのかどうかわかんないけど。先駆けつけれるもんね。ドンベリ。ドントンベリかな。みんなの恨み。3万6000、結構食らうな。おお、一発か。であれば、リュックに倒してもらった方がいいな。俺、エクスポーションの方がいいな。だけど、まあ、消費アイテムよりは、MP で済ました方がいいか。命のろうそく。ただ相手の HP がどれぐらいかによって速攻で決めないかんパターンもあると思うんだよな。うん、よかったよかった。異界の風。異界の風ってなんか使ったかな。一回回復しよう。カトブレパス。なんか名前は有名だよね。思いっきりベヒーモスだな。回復の泉か。いいね、あっさり。なんか君たちはメテオとかアルテマとか去り際になんかしないと気が済まないんだね。スリースターズ。スリースターズって何の効果があったんだっけな。アバドン。いきます。おお、バルナ。まんま、バルナじゃん。ムンドル。読みのしようか。あっさりー。いいね。これぐらいあっさりだと助かるわ。多分これでラストじゃない？ボーバン。なるほど。バルバトゥース色違い。2回攻撃食らうとカウンター発動って珍しいな。よし。これでおそらく出るんじゃないかな。全員1回は戦ってるし。話をすればいいんかな。ああ、来た来た。我ながらどえらい魔物を作り出してしもうたの。最高の気分じゃ、お主にもわしの喜びを分けてやろう。ああ、マスタースフィアありがたいね。そういえばこれの話してなかったね。やめときます。一回回復したい。マスタースフィアって何でも起動させられるんで、
便利だなと思ってたんですけど、なんか実際使ってみたら、これ隣のマスだけじゃなくて、どこのやつも起動できるんだよね。それ知らなくて。まあもちろんその、運を上げていくのに使うのが一番いいと思うんだけど、まあ、どこにいてもいいんだっていうのは知らなかったんで、まだ使ったことない方いれば、便利ですよということだけお伝えします。さあ、じゃあ、回復して、セーブして、挑戦してみましょうか。とりあえず、何にも知らない状態から、いきます。このために準備してきました。冬が私を鍛えた。